NHK は3日、鈴木亮平さん、34、が西郷隆盛役で主演する来年放送の大河ドラマ、西郷どんの新たな出演者の発表記者会見を行った奄美大島に島送りになった西郷を助け、妻となる愛かな、役に、二階堂ふみさん、23、西郷の弟である継道、慎吾、役に錦戸亮さん、32、が選ばれた愛かなは、失意の中にいた西郷と出会って結婚子宝に恵まれ、愛と生きる喜びを教えた女性会見で、二階堂さんは、たくましく力強い女性を演じることができたら、と挨拶した出演者はこのほか、大久保利通、瑛太さん、の妻、マス役に三村さん、33、江戸幕府13代将軍の徳川家定役に又吉直樹さん、37、らが決まった、西郷どんは、林真理子さんの小説が原作で、脚本は中園美穂さん薩摩、鹿児島県、の下級武士の家に育った西郷が、勝海舟や坂本龍馬らと出会い、革命家、となって維新を成し遂げる姿を描く。